ザクセン戦争は772年に始まり804年に集結したカール大帝率いるフランク王国とザクセン人との間の30年以上にわたる戦争。ザクセン人については紀元前1世紀のガリア戦記や1世紀のゲルマニアには記録が見えず2世紀中頃の資料に初めて登場する。もともとは北ドイツのホルシュタイン地方南西部一帯に。 居住していたとみられるが、2世紀から4世紀にかけて、徐々に生存権を拡大していき、4世紀後半から5世紀にかけては、一部のザクセン人が、アングル人やジュート人と共に、ブリテン島に上陸し、今日のイギリス人の元となった。6世紀初頭には、ライン側一帯まで勢力を広げ、7世紀末には、多数の部族を吸収して、大部族として成長を遂げ、 エルベ川からエムソ川にかけての広範な地域に居住域を拡大した。ザクセン社会は貴族、自由民及び解放奴隷から構成されていたが、他のゲルマン系所属とは異なり、貴族とそれ以外の身分のものとの通恨は禁じられていた。6世紀後半以降、ザクセン人の社会では、フランク人との交渉の激化に伴って政治的な統合が進み、 部族全体に関わる問題を決議する集会が、ベーザー川中流下半のマルクローで開催するようになったという。宗教面では、フランク人やゴート人とは異なり、キリスト教を受容せず、伝統的な神々への信仰を守った。フランク王国がザックセン人に対する征服戦争を開始したのは、カール一世の父ピピン三世が救済を務めた。 メロビング朝時代末期の738年に遡り、領土拡張とキリスト教の布教を目指したものであったが、ザクセン人は改修に応じず、抵抗を続けた。フランク王国はライン、川中流域からマイン川に沿って、フランク族のドイツ植民を盛んに行い、これによって、オストフランケンと称される人工的な部族国家の形成を促して、ドイツ支配の拠点とした。 772年、カール一世率いるフライク王国が、ザクセンの聖樹、イルミンスルを破壊して、ザクセン征服に乗り出したことで、ザクセン戦争が始まった。彼はこの後ザクセンに対し、10回以上に及ぶ、遠征を行うこととなる。軍事的に優勢なフランク王国に対しては、当初より、その参加に入るザクセン貴族が続々と現れたという。ビドキント777年。 フランクとザクセン双方からの同数の貴族から構成される共同議会が開催された。ザクセンの王、ビドキントが文献資料に登場するのはこの時が最初で、ビドキントはデエンジンの国に逃れ、その王の飛護のもと、フランク王国に対抗する会合をしばしば開いたという。778年、カール一世がスペインのカタルーニャに転戦した後、782年には、 ビッドゥキントはザクセンに帰還し、部族を率いてフランク領に侵攻、その一軍を壊滅させる戦果を挙げた。それに対し、カール一世が帰還すると状況は一転し、780年にはフランク軍はエルベ川まで侵攻してマクデブルクとハレに城塞を建造した。カール一世はビッドゥキントを攻撃し、多くのザクセン人を処刑した。中でも八十二年、 ベーザー川支流、アラー川の下半、フェルデンで、ザクセン人の捕虜4500人を、虐殺的に処刑したことは、カールの下で活躍したアルキンが記録に残している785年、ザクセンの地を平和に支中に収めたいカールは、異教を守って、ゲリラ的抵抗を続けるビドキントに対し、降伏して、キリスト教に回収するよう呼びかけた。同年、ビドキントは、 彼の部族と共に降伏し、アティニーグにおいて、カール一世も隣席の上洗礼を受けた。カールは、ビドキンとを、ザクセン公としたが、これ以降のビドキンとは、ザクセン戦争には参加せず、修道院で、陰遁生活を送ったとされる。七百九十七年、カール一世は、キリスト教秩序を尊重しない者は、死罪と定めた七百八十二年制定の法令を、改めて、 罰金刑とした。退官を終えて、大抵となったカール一世は、804年に、ザクセン人を完全に服属させ、この戦争は終結した。これによってカールは、ドイツの大半を征服し、フランク人を移住させるなどの方法で反抗を抑え、キリスト教アタナシオス派の需要を促した。また、部族の社会組織そのものは温存させた上で、 従来のザクセン社会の有力者を吐くなどの感触に、認知で、統治に当たらせた。ザクセン戦争の結果、異教を守って最後まで抵抗を続けた。ザクセン人の国家も、フランク王国の半島の一部となった。また、このことは、ヨーロッパのキリスト教文明の成立において、決定的な意味を持った。ありがとうございます。